見たのは目が頬を叩くたびに美しく私って仲居さんになるんだ。なんかかっこいい響き。でしゃばるな。あんた厨房のことには口挟まないでくれ。こっちは遅れると怒られるの。あ、私もお前は怒られる。なんか理想と違うな。無駄なやる気は邪魔になるだけだ。じゃあどうすればいいんですか。仕事のことは分かってないって言うから、私は頑張りたいの。教えてよ、何しちゃダメなのかとか、仕事の仕方とか。余計なこと言うな。気合い入ってるね。